こっちのセリフだ。 なんとか巻いたと思ったんだけど。なあ、そこの君、あんたたちのようなならず者と。あんたたち、何かかん、危ない。あんた、俺だけで受け止められるということは、70こそよりパラン。 逃がしてくれるような、そこの君、何を、こいつを倒すまで。なんで私、こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと、俺も死にたくない。 分かった。今だけ協力してあげる。サンキュー。よし。
75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でも、同じステータスだったら、とても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としては、できればしたくないんだけど。その、やっぱり、俺が何かしてたら謝る。本当に、あいつら、どうやら、本当みたいね。でも、ああ。それを見て何とも思わない。なんで普通に話し、気にはなっていたけど、聞いたら答えてくれるのか？いいわ。私、そういうことだから、私に関わらない方がいい。それじゃ、ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ。それは分かった。ただもう一つだけ教えてくれ。 SAO の中という、分からない。生き残るのに精一杯で。1ヶ月前で、俺、ここの階層は分からなくなっているけど、相手転移結晶がないのなら俺のをあげようか。遠慮する。君は、フォローエリアデータ、アクセス制限が、なんだ、あんた、え、その手に浮かんでいる文様は、いつの間にこんなものが。さっきのアクセス制限がどうのって、あんた一体何者。どういう意味だよ。私も、ねえ、その手よく、え、やっぱり同じ。同じって、これと同じ文様があるば、そこに行けば、その、別に構わない。でも、そんな簡単にオレンジ。確かに、カーソルがオレンジ。でも、スカルリーパーと戦った時、それは、SAO の中で、俺はキリト。フィリア。フィリアか。ん？あんたって、よっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかし。フィリア、ここは、ホローエ、あんたはどうやってここに、ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら、突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。
突然転送されたか。だったその手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。ええ、というか、え、ここに、ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ、説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ。ほら、あそこに見えるでしょ。ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか。いいえ、入れないの。でも、その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのは。でも、こんなこと。規定の時間に達しました。これ。なんだ、このアナウンスは。規定の時間。私に聞かれても。適性テスト。私も。なんだか漆黒を突破し。あんた。この状況で。それに。どうやら、私は。ん？何でも。とはいえ、俺はこのエリアについて何の情。フィリア、とりあえず周辺エリアで。それと、状態異常やトラップなんかの。わかったから。